はい、今日は、京都の、哲学の歴史の紅葉の絵を描きたいと思います。実際写真は紅葉はしてないんですけど、絵の中で紅葉させて描いていきたいと思います。そうですね、まず大体真ん中ぐらいですね。手前に着物を着た人を描いてみましょうか。
下書きが終わりましたんで、今度ファーストウォッシュしたいと思います。思いっきり強い色を入れますね。でまず赤から入れていきます。手前にもみじがあるような感じにしたいと思いますので、強い赤を一発で決めるといいですね。で左は紅葉した一緒に木にしたいと思いますので、黄色を強く入れます。で皮にこう黄色とか赤が反射している感じにしてますね。で道は塗り残しながらこう、描いてます。でこう彩度が高いのは紙に描いが綺麗ですので、であんまり手数が増えるとこう汚れてしまうので、濃い色を1回で決めると、画面が綺麗です。でここはまあ勇気を出して、一発で決めてみましょう。セカンドウォッシュをしたいと思います。そうですね、まあ、木の影とか、空とか、塀の暗さとかですね、暗いところを入れてこう画面を締めていきましょうか。
こんな感じですかね。まあ、まずは木の影をこう入れていきますね。で、板の方もこう入れていきます。あと下の映り込みが出ますんで、こういった映り込みもこう入れていきます。ちょっとこれ塀も暗くなりますので、塀の壁、こっちの壁はこう、暗い感じになります。人間にもこうベースとなる色を乗せていきます。でこっちの木にも影が入りますので、今の木に影を入れておきます。そうですね、まあ、スパッタリングもしながら、木の陰影が出るようにこう雰囲気を出していきます。そうですね、まあ、影にもいろんな色を使うといいですね。例えば、まあ、あの赤と緑を混ぜるとこうグレーになったりしますので、あとはオレンジとブルーとか、あとは紫と黄色とか補色の色ですね、あの真逆の色を入れるとこういろんなグレーができますので、影の中に深みが出てきます。あとは適度に塗り残しをしながらこういったあの、雰囲気を出していきます。書き込みと仕上げに入っていきたいと思います。木の枝とか、橋ですね、あと地面の影とかをこう、入れて人間も詰めて、絵を完成させたいと思います。
はい、できました。木の枝と、そうですね、人間の服装の影とか、奥の足とか細かいところですね。で、あとスパッタリングで落ち葉を入れてみたり、表情を作って完